だとね、イエス様にはなぜのを生き返らせることができたのだと分かりました。十字架にかかるイエス様、こんなにイエス様を憎らんで殺したいと思う人もいました。そしてエルサレムでイエス様を捕らえました。イエス様は二人の泥棒と共に十字架につけられました。イエス様は兵隊を見て言われました。神様、この人たちを許してください。何をしているのか自分で分かっていないので。正解、イエス様は全てが成し遂げられたという意気を引き取られました。蘇ったイエス様、イエス様を葬られてから3日が経ちました。マリアという名の二人の女の人はお墓を見に行きました。二人がお墓に行くと、僕の入り口は塞いでいた大きな木が増えました。